楽うまクッキング。今日は広島県で初のシニア野菜ソムリエの資格を取り、食育プランナーとしても活躍中、野菜のスペシャリスト花井彩美さんの登場です。花井さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ、今週はもう野菜ソムリエの花井さんにとってはね、お任せというテーマですね。旬の夏野菜レシピというテーマでお送りしていきます。今日はこちらを作ります。夏野菜のアジア風炒め。はい、アジア風なんですね。そうですね、あの香辛料とソースでね、あの本当普通の炒め物を、それがあっという間にアジア風になっちゃうね。また暑い時にはこういうちょっとね、アジアンな ね、味付けね、いいですよね。ぜひ参考にしてください。はい、それでは早速クッキングスタートです。はい、まずね、おナスですね。はい、おナス。おナスですね。はい。じゃあ、いつもね、ナスが好きなんですね。そうです。ナスだけ O をつけるんですよね。そうですよね。おスイカとかね、おキュウリとか言いませんもんね。言わないですね。でもおナスで言いませんかね、皆さんね。まあ、ナス O つけること多いですね。うんうん、やっぱり昔から日本人にとってとっても馴染みのね、深い野菜なのでね。おもともと中国の方からお坊さんがね、種を持って帰って、それが全国にこう広がるんですね。でその土地によって丸かったり長かったり、ね、白かったり青かったり、いろんなおナスがね、種類がね、ありますんでね、そういう意味でもね、とっても興味の深いね、野菜ですよね。やっぱりそういったところでやっぱこうおナスというね、そうです、そうです、はい、親しみを持って呼んでしまうんですかね。なんか尊敬を込めてね、はいはい、じゃあ次ですね、おズッキーニですね。おズッキーニですね、はい、そこまでまだ馴染んでないですよね、ズッキーニは、ね、そうですよね、やっぱり10年前までは本当に高級野菜で、手が出なかったですもんね。あ、やっぱそうだったんですね。そうはい、でこちらの方はね、縦に切りますね、はい、でズッキーニって 何かの野菜かご存知ですか。何かかはちょっとわからないですね、うん、なんか果てしなくキュウリに近いイメージはありますでしょう、はい、これがね、かぼちゃなんですよね。かぼちゃ、かぼちゃ、かぼちゃの仲間なんですか。そう形からキュウリっぽいですよね。そう形から言えばね、でもね、ほらこんな風にね、全然こう繊維の質が違いますでしょ。確かに、でカロテンとかビタミンとか、キュウリにはないね、野菜の栄養がね、たくさん入ってますからね。あ、じゃあ栄養価高いんですね。高いです本当に、もう最近夏野菜のね、定番みたいになってますよね。そうだから夏にはいいと思いますよ、栄養補給にね、はい、そうか、なんかキュウリはちょっと栄養があんまりないイメージありますよね。いやだから、それを言ってはキュウリにね、失礼というか、キュウリはキュウリでちゃんとした役目をね、持ってるんですね。どんな栄養価が、カリウムといって、まあ水分ですよね。水分を、カリウムを取ることによって、体内の塩分とね、水分のバランスを取ってくるんですね。じゃあやっぱり夏にはいいんですね。いいんですよ、本当ね、キュウリをバカにしないでって感じですね。今日あれですね、野菜に優しいですね。いやだから私は、ね、一応野菜を愛してね、野菜ソムリエになりましたから。そうですね、はい、で今日はこのズッキーニが、かぼちゃの仲間だっていうのが分かりやすい。そう、はい、こちらをお持ちいただきました、はい、はい、ね、これを見ればね、あ、かぼちゃに似てるなと。これもズッキーニなんですね。はい、でズッキーニのこれ UFO と言います。愛称が UFO と呼ばれている。そう、はい、ほんとね、いい感じで回るんですよ。そうで UFO のようにね。今日は小腹で作られたもん。そうです、はい、でね、これちょっと中を、中見たいです、中見たいです、はい、見たいです、はい、はい、じゃあちょっと、ね、特別にね、切りましょうね。中どうなってる、オレンジ、かぼちゃ、さあどうでしょうか。ほら、ほらね、だからこれ比べたら同じなんですね。わかりますかね、ほら。ズッキーニですね。ね、中にちょっと種があって、ね、だから、まあ、中身は一緒、味も一緒、はい、ね、ただちょっと形が面白いというね。ああ、本当だ、ね、ズッキーニだ。そう、ね、こういういろんなズッキーニも今出てきてるんですね。そうですね、はい、しましまとかね、これ黄色もあるでしょ、ね、まあいろんなのがね、野菜市などで探してみてください。そうですね、はい、さあその他の夏野菜参りましょう、こちらです、はい、今日はパプリカ、千切りにしてあります、赤と黄色ですね。そしてトマトは大きめのものをざく切りに切っておきます、はい、さあそれでは炒めていきましょう、はいね、はい、まずこれね、フライパンの方にもすでにオリーブオイルがね、温まっておりますね。大さじ2です。はい、はい、で今日のアジアンのね、アジア風の一つの要素ですね、はい、こちらですね、クミンシードといってクミンの種ですね、はい、まあ、なければパウダーでもいいということですね。いいんだけどやっぱり、ね、はい、シードはね、香りが高いので、はい、でこれ使う時には必ずこうして、はい、入れますね、油の中にね入れますよ、はい、で入れてですね、こちらの方を香りを立てますね。でこれがね、こうしていくと
次第に香りがして、はい、パチパチと音を立てます。聞こえるかな。聞こえますか。パチパチですか。はい、言ってます言ってます。言ってますか。なんか動き始めてますねちょっと何かに似てます何かに似てますか。言っちゃダメダメね、でこれでほら香りが立ちました、はい、なんか見てても面白いです ね。そう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 、はい、あ香りが来た。来ました。よし来ました、ね、じゃあこちらの方でベーコンを加えましょうね、はい、1センチに切りました、はい、はいはい、1センチ幅に切ったベーコン 125g が入りました。はい、必ずこうやってクミンシードは加熱して香りを立てて使うんですね。そうですね。でパウダーの場合はね、うん、もうあのいつでもこう振られて結構なんですよ。もう今シードもパウダーもスーパーで売ってますもんね。売ってます。で、うん、結構あのお安いですからね、気軽に使えますね、うん、そうですね、はい、でこちらの方にですね、はい、はい、トマト以外ですね、はい、トマト以外の野菜、もういいですか、入れて、はい、どうぞどうぞ、はい、どんどん行きましょう。ズッキーニ、そしてナスが入ります。はい、はい、パプリカです。パプリカね、これもね、とても色がいいので、はい、はい、で、これをね、炒め合わせるんですけど、夏どっさり野菜食べていただきたいので結構量でしょ、はい、うん、で、こう炒め続けると時間が経っちゃうので、うん、今日のこちらの方が楽技、はい、これを、うん、もう油がこう回りましたらね、はい、蓋をしてで、中火にして、はい、で、これで、ね、あの蒸し炒めにしますね、はい、で時間は8分から10分、そうです、うん、でこれ今のところこれ水分ありませんけど、うん、野菜から水分出るのであの決してね中火にしとけば焦げやしません、うん、あそうですか、うん、大丈夫です、はいはい、では、はい、8分から10分経ったものが、はい、こちらですね。はい、あしんなりしてね、しましたでしょ。でねこれね一切水加えてませんけど、うん、ほらこういうふうにもほら野菜から水分出てますでしょ。出てます ね、だから大丈夫ね、うん、これでこういいいい具合になりましたね。あ色も綺麗ですね。そうそう、でこちらの方にね、はい、最後にね、トマト、はいはい、はい、入れましょうね。でトマトはもうねすぐにねもう火が通りますんでね、はい、それからニンニクですね、はい、はい、ここにニンニクのすりおろし、夏ねスタミナ源どっさりたっぷりですね。どっさり入れますよ。2かけ分入りました。はい、で最後にオイスターソースですね。これで味の仕上げをしてまいりましょうね、はい、はい、でこちらはですね、はい、でソースねこちらねあの今いく分ね少なめなのでもうお好みでねもう少しあの多くでもね、はい、大丈夫です。今日は小さじ 1.5 にしました。はい、はい、で最後に最後に塩コショウですね。はい、塩コショウ入れますよ。はい、はい、どっさり入れます。はいあの結構ね、なんだっけズッキーニがね、うん、味が淡白なのでこれぐらい入れてもね全然大丈夫。塩コショウはお好みで今塩コショウ一気に入れましたけど、うんうん、辛くないですよね本当に美味しかったね。そうでしょ、はい、うん、まあ、だから塩コショウはお好みでね。あそうですね、はい、わーいい香り、はい、できました。はい、でこちらねあの今日はねこういう風にあのもうおかずで出しますけど、はい、これねこれにねちょっと水分とカレーのルーをね、はい、加えるとカレー、うん、カレーになりますよ。アレンジできるんですね。そうそうそう、でこれね野菜炒めとして食べて、うん、ここに、はい、カレーのルーを入れるとお水とカレーのルーを入れるとカレーになるし、次の日カレーとしていただける。はい、でこれをねあのパスタの具でもいいし、あいいですね、ね、いろんなことにこれ味にできますので、はい、はい、ちょっか、はい、はい、はい、できました。こちらで夏野菜のアジア風炒め完成です、はい、さあ今日の材料はご覧のようになっています。夏野菜はナスやズッキーニ、トマトを使いました、これらを炒めるオイルにクミンシードを入れて香り付けします。クミンシードはしっかりと、ね、加熱してから使ってください、お好みでクミンシードの量を増やしても大丈夫です。そして野菜を炒めるときには中火で蒸し焼きにしました。香りも良く食欲もそそります。そしてカレーにも簡単にアレンジできます。夏野菜のアジア風炒めぜひ作ってみてください。さあそれでは先生さん、はい、お召し上がりください、はい、はい。これがクミンシードの香りなんですね。確かにすごいエスニックなでしょ、ね、でもそそられるでしょ。そそられます。またこの色合いも夏らしい。これね美味しいんです。簡単ですごく美味しい。うん、うん、あ、おいしい。ちょっと調味料があるだけでね。本当しっかり味がついてるんです ね。普通の野菜炒めとは全然違いますよね。あ、ズッキーニがいい。でしょ、うん、かぼちゃの仲間です覚えましたけどおいしいです、はい、
で、カレーのルーとお水を入れればカレーにも簡単になります、うん、合うと思います、はい、これぜひ皆さん作ってほしいですね、はい、そうですね、簡単ですからね、うん、はい、ぜひ花井さんどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。さあ明日はフレンチの山本さんに野菜ヌードルのアジア風冷製スープ仕立てを教えてもらいます。こちらもお楽しみに。